開幕3連勝です。イエーイ、3連勝です。誰が良かったですか、この3連戦。わしまで最高。石原です、石原でいきますよ。マルサー最高です。ジョンソンお帰り、今年1年よろしくね、ジョンソン。やっぱり今年も L 間違いない。マル最高。イエーイ。ハロー、ハロー。Yeah. Yeah. 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 Yeah.思います。あの見た目によらず結構真面目なコメントですね。あ、そうなんですよ、まあ、ギャップです。僕はじゃないです。今年こそは優勝。よし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 。今年もカープの一体感、エルドレッドじゃないですか。今シーズン松田で全勝いきましょう。下鶴、下鶴、下鶴、あ、下鶴プラント絶対優勝。パワーがやっぱ半端じゃなかったですよね。やっぱエルドレッドっすか。そうですね、無限のパワーですね。まあ、まるちゃんですね。もうお尻がたまらないです。お尻大空くんでーす。途中でいなくなっちゃったんですけど、早く良くなってほしいです。3連覇からの日本一。やっぱマルテン選手ですね。いやもう2試合連続のホームランが良かったです。チモズル選手のあのセンターへバックスクリーンへのホームランがすごい良かったと思います。よまずは下鶴ですね。下鶴ですね。下鶴じゃな。そうだ、石原もあったね。石原もいいね。 MVP 決めるとしたら誰ですか。コウスケかな。コウスケかな。まあ俺としては下鶴みたいな。今後も頼むぞ下鶴。期待も込めてメヒア選手これから上がってくると思うんで頑張ってもらいたいです。ゲチュー選手もっとバッティング頑張ってください。下鶴選手がすごい活躍してくれてたんで良かったなと思います。あの阿部選手大好きなんで頑張ってください。3連覇するドドド。田中康介選手が良かったと思います。今年も応援しようかなと思います。栄新生なんですよ、現役で。あ、栄新生なんですか。はい、最近あの土足になってそれね、あの開幕戦の時も俺聞いたよ。じゃあこれからも栄新よろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。やっぱり大瀬良。ちょっと怪我が心配ですけど本当にすぐ戻ってきてくれることを信じてます。大瀬良見てる。やっぱりジョンソンですね。ジョンソンバッティング期待します。ジョンソンエルちゃん最高です。ホームラン2本とも見ました。さすがです。ドドドーッと3連覇イエーイ。エルドレッド選手で今日ホームラン打ったんでちょっとテンション上がりますよね。下鶴選手すごい活躍してたんで良かったです。あ、やっぱり下鶴選手で生で見たのも初めてですごく良かったです。あの今新井選手怪我してるんですけど頑張ってほしいです。あんまり出てないんですけど西川選手大好きで追加されてください。カープ頑張れ。新井さん、西川さん期待してます。今日で言えば下鶴です。やっぱし田中ですよね。コウスケ今日ゆいたさん来ると思って下鶴、はいはい、てきたんで敷地いいっすか。今っすか。写真もいいですかね。あ、写真もイエーイ。田中選手です。はい、丸選手です。最高ですね、本当にかっこいいです。中田選手です。もう今日の中田選手のアクシデントの後の登板最高でした。もう大好きです中田選手。もっと行った方がいいんじゃないですか。本当ですか。え、はい、もうどうします。大好きです。神奈川のカープ女子です。離れてても応援してます。カープ来よー、イエーイ。鈴木誠也くん開幕間に合ってよかった。ほんと今年も私ライトで見守ってるからたくさんの活躍を期待してます。ホームラン私のとこまで持ってこいほー。ゆうと TV チャンネル登録お願いします。